私が乗ります。行ってください。取ります。乗ります。降ります。来ます。あ、ダメだ。これ取っていかなきゃいけないんだった。はい。打ちます。乗ります。開きます。あーもう失敗しちゃった。ここに置かないで、ここに置きゃいいんだよ。ここここ、ここここ、ここなら、ターゲットとして選べるかもしれない。行こう。あ、まじゃ、バカか、俺何や。ちゃ、考え事してた。あ、でもセーブしなかったんだ、これ。行くよ、行くよ。セーブしてもいいことないもんね。この撤回がなくなってしまったら意味がない。本当かな？本当にこれで合ってんのかな？で、俺は、ちょっと待ってね。君を抱きかかえて、あまりにも気がせいてしまって、ダメだね。で、これでこの中に入ってここに置くと。で、君のターン。あー、ダメなんだ。あ、そう。あー、わかんない。ここじゃ、今のところ思いつくことはやったよ。後から来るのかな。武器庫最後だよね。あそこの血じゃないのかな？そこまでは親切に教えてくれないか。いや、見たいよね。ただの、なんていうか、なんて言うんだろう。なんかね、集めるだけのアイテムっていうんじゃなくて、人の記憶があるから、その人の記憶を覗けるっていうのはさ、やっぱちょっと気になるじゃん？今ね、今ちゃんとね、掴もうとしたんよ。まあ、いや、べちゃってなるけど、確実に行こう。
違う違う、もうそのそれはそれはもう諦めた。これは無理なんだって分かった。その先にあるどこかに隠れている可能性があるんで、普通にここはこなしていこう。あの樽の方が全然いい気がするけどね。って思ったら、じゃあなんで上に行かせたんだろう。あの樽使えば全然あっという間に下行ける。あ、鍵があるから絶対行かなきゃいけないのか。そうかそうか、忘れていた。あ、でも鍵は取ってるから行かなくていいんだ。じゃあ樽でショートカットすればよかったんだ。あら、そっちを掴むんかい、お前は。ロゼを掴め、ロゼを。いや、ロゼかどうかもわからんけど。まあ、ロゼだろう。あ、ロゼ、お前入ってっか、これ。間違えて投げそう。あれ、これ落ちるので正解だったっけ？正解だよね。あれ？落ちないんだけど。ロゼの出待ちか。はいはい。はい。ドンドク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 ドクドクドカーン。これがどっかに使えるのか？ここの下は死んだんだよね。だってこれ何の意味もないじゃん。え？その鉄の塊の上で、石か、石の塊の上飛べるんかと思ったら登れんかった。こっち行けないよね。茨だもんね。間違いないよね。うんうん。うんうん。はいはい。あ、あの、上に浮いている石ね。あれ怪しいんだよな。あれ、ここ血吸ったよね。2箇所あるのかな。違うか。ああ、はいはいはい。忘れちゃった。どうやるんか。そこにあるよりも大きいもの持ってきちゃった。あれ？マグ乗らなかった？あ、なんか俺の頭の上に乗っかってる。あ、ここちょっと厄介なやつだったっけ？違うわ違うわ、思い出せ。持ったまま自分も飛んでくんだよ。はいはい。で、これを持っていかなきゃいけないじゃなかったね。
ダメじゃん。何やってんの？スタンバってない俺が悪い。申し訳ない。こっから投げるんじゃないもんね。そうよ。上から投げるのよ。で、スタンバっててください。完璧。で、右側にはもう血抜いたから行く必要がなくて、あ、上に浮いてるやつには意味ないんだ。いる？抜いとっか。ちょっと投げて。あれなんかさ、ありそうじゃない？しまった、しまった。あ、いや、もう指が追いつかん、指が追いつかん。ないね、なかった。あ、なかった、なかったまま終わりだ。続いてる？これまだ。あ、武器庫移動しちゃってるよね。あれ？え、こんなにいっぱい移動してる？じゃ、やっぱりさっきの血だまりだよね。マジか。あ、そう。あの血だまり？どうやって取るんだろう。後からなんか力を手に入れていくんだろうか。あれ？これスイッチ？ん？ん？ん？これなんでスイッチ？何のスイッチだっけ？吸うだけ、吸うだけ、吸うだけなんだけど、なんで吸わなきゃいけないんだっけ？下手に吸わない方がいいんだよね。あれ、罠だ。ここでこれを吸うから。あれ、ごめん。やっぱない。オッケー。ということで、今回もうこれはちょっと取れなかった。処刑の間。どこ？あ、戻るんだ。越権の間の前だ。入り口、あ、はいはいはい。ほら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 。やっぱり。戻ってくる道だったんだ。正解でーす。で、一見のままで戻って、で、血の記憶を手に入れたから、それで、次のもう一つの方に入ることができるということですね。はい。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。